こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。今日は京都の京阪電車出町柳駅からスタートのお散歩動画です。私は NHK の朝ドラを結構見てる方ですが、中でも好きだった作品の一つに2015年の秋から放送された朝が来たというのがあります。物語は朝ドラ史上初めて江戸時代から始まるという設定で、幕末や明治維新という時代の転換期を武士や政治家ではなく町人の視点で描かれたという点でも非常に画期的なドラマでした。主人公の朝を演じた春さんは、このドラマのヒットでそれまでの美人だけどおとなしい脇役のイメージから脱却、一躍主演を張れる人気女優に成長されました。お相手の玉木宏さんも男前で気の優しい大阪のボンボン新次郎役で新境地を開かれました。また大阪経済界の重鎮五代友厚を演じたディーン・藤岡さんが大ブレイク、清原果耶さん、吉岡里帆さんといった後の人気女優が注目されるきっかけになった作品でもあります。10年ぶりに実家の今井家にやってきた朝ですが。朝ね、何してるんや。いや、改めてこないして見てみたら、今井家はきちんとしたええお店だすな。今井家は古くから両替屋だけでなく呉服屋としても名を成していました。ドラマの中で朝とその姉の初の実家として描かれているのが今井家という京都の老舗両替屋なのですが、そのモデルとなったのは住友三菱とともに三大財閥の一つとして有名な豪商三井家です。前置きが長くなりましたが、今回のこっとりチャンネルお散歩動画はこの朝が来たの主人公白岡朝のモデルとなった明治の実業家広岡朝子の実家である三井家の京都下鴨別邸をレポートします。重要文化財であり、ちょうどドラマと同じ明治大正期の歴史的建造物です。下鴨別邸は高野川と鴨川の合流地点から北へ少し行ったところです。下鴨神社からは真南にあたります。私がここを知ったのはたまたま数年前、下鴨神社にお参りした際に見つけたのがきっかけでしたが、一般公開されたのもちょうどその頃、朝が来た放送後の2016年からだそうです。こちらには赤い鳥居が立っていますし、ここをまっすぐ行けばもう下鴨神社がありますので、とても分かりやすいと言いますか、神社の参道の途中にある感じなんですが、こちらが今回の目的地になります。この地一帯は明治31年三井家が購入し、先祖の霊を祀った秋名霊社が遷座された地で、その参拝の休憩所として大正14年に下鴨別邸が建てられました。この玄関塔はその大正期に建てられた部分ですが、実は主屋となっているのは明治13年から鴨川下流に建てられていた三井家の木屋町別邸をこちらへ移築したものです。この望楼が特徴的な明治期建築の主屋と大正期に増築された玄関塔、さらに江戸時代からある茶室の3棟からなり、建物の前には立派な庭園が広がります。ではまず玄関塔を見ていきましょう。鬼瓦には三井家の家紋四つ目結が入っています。書院造りの形式を踏襲しながら、腰高の窓など洋風の要素も取り入れられています。次は北の縁側を通って東廊下へ抜けてみましょう。この東廊下一帯も大正期に建てられた増築部分です。階段は何箇所かあるようです。ランチ会場は2階なので、その際に上がらせてもらいます。あちらは茶室への渡り廊下みたいです。今は封鎖されていました。茶室は三井家が土地を所有する以前からこちらにあったそうです。北の方へ戻ってみます。
こちらは浴室へとつながる脱衣所です。大正レトロな真っ白いタイルが素敵です。タイルからは当時のメーカー名もはっきりわかるそうですが、今はもう作られていない貴重なものだそうです。本来休憩所ということで、この浴室は使われることが少なかったそうで、綺麗な状態が保たれています。花びら型の通気口が可愛いですね。では明治期建築の主屋、お座敷の方へ行ってみましょう。この床の間も木屋町別邸の頃のままだそうです。木屋町時代はこのお座敷から鴨川を望むことができたそうですが、下鴨別邸では目の前に日本庭園が広がります。ここでお庭を眺めながらお抹茶やお菓子で一休みということもできるようですよ。では、ちょっと庭の方に出てみましょうか。実はこれ去年の6月頃の撮影で、ところどころアジサイも咲いていたりします。新緑の紅っていうんですかね、木々や青葉が生い茂っていて、なかなか建物を取るベストなポジションが決まりませんでした。難しいですよね。ランチの時間になったので2階に上がらせてもらいました。14畳の客間がランチ会場となっています。テーブル席が用意され、感染対策もしっかりされていましたよ。2階からの眺めを楽しみながらのランチです。本格的な茶会席で人気の三遊居さんのお料理、大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。食後のデザートはこちらも京都の老舗鶴屋義信さんの生菓子でお抹茶をいただきました。とても美味しかったです。お食事の内容は季節ごとに変わるそうです。優雅なお昼のひとときを過ごせるランチプラン、詳細は説明欄にリンクを貼っておきますね。では2階の縁側に出てみます。上から見ると池の形がひょうたんなのがよくわかります。実はこのプラン、お昼ご飯だけじゃないんです。ここからさらに3階の望楼まで案内してもらいます。あの望楼です。お城の天守みたいなところです。で、そちらへ上がるための階段はこの奥にあります。なんと襖の後ろにさらに隠し扉があるのです。木製のシャッター、つまり蛇腹になっています。この扉を開けると階段が現れる。忍者屋敷的な感じ、知らんけど。なってるこれかまぼこって言うんですね。なんかかまぼこ麺って言われてます。かまぼこみたいに丸い、それをね、うまく31枚の板を張り付けて、途中望楼までの間に中3階の部屋もありました。小屋裏を利用して天井高が少し低い、いわゆるスキップフロアですね。主人の書斎として使われていたそうです。まさに隠れ家的な場所です。3階の望楼まで上がってきました。ちょっと見ましょうか。はい、こういうことがありますので、はい、ですので、まあ片面4枚で全部で16枚の雨戸になります。で、このやっぱり雨戸をですね、窓の下に取り付けたっていうのが一つの特徴で、普通はのスライドですとやっぱり半分が隠れますので、それをやっぱ解消してます。下から出てくるタイプの雨戸って初めて見ました。だからこちらも3年か4年前の台風の時もこれ雨戸閉めてたんで、もう被害がほとんどなかったです。
確かに台風の時など貴重なガラスを守らなければいけませんよね。めちゃくちゃでした。東北もたくさんありましたけど、だからこの建物自体はもうほとんど被害なくて、明治の時代に壁をなくしたガラス障子で360度の眺望は素晴らしいですね。池の形はですね、氷炭の形してますね。氷炭に出てきてます。そうか、こっからは大文字の送り火もよく見えますね。ええー、とこですね。どうでしたか、旧三井家下鴨別邸。なかなか面白い建物でしょ。私などは朝ドラがきっかけで三井家に興味を持ったくらいで、ただのにわかファンですが、またこの動画をきっかけでこの重要文化財に興味を持ってくれる人がいたら嬉しいですね。他にも小ネタとしては、この襖の引き手、ちょっと変わった形でしょ。これは三井家の本業だった両替商が使う天秤ばかりの分銅をかたどっているというのを聞いたことがあります。そう、朝が来たでも両替商の看板がこの形でしたね。では最後にこの庭の木の紹介で終わりたいと思います。庭にある2本のムクの木は夫婦ムクと言われていて、まるで1本の木のように寄り添って天に向かって伸びています。樹齢はすでに推定250年。別邸の主屋が木屋町三条に建てられる以前からこの下鴨の地にある古木だそうです。三井家というよりはあくまで朝が来たの中の話ではありますが、夫婦の愛情というのもドラマの一つのテーマになっていたと思います。それを象徴するかのようなこの夫婦ムクだなって感じで、今日のお散歩動画はおしまいにしたいと思います。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに、時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。